2012年バレーボールワールドグランプリは2012年6月から7月に開催された国際バレーボール連盟主催の第20回バレーボールワールドグランプリである。出場国は前年度と同じ16カ国。決勝ラウンドはベーランスポーツアーツセンターで行われアメリカが大会3連覇を飾った。MVP にはメーガン・ホッジが選出された。 チャイニーズタイペイが、総合得点で勝利とされた。3から2から1ポイント制という勝ち点方式。以下の順で適用される。勝ち点勝利総数セット率得点率ざう。FIVB did not officially release or confirm the pool schedule but until April 2012.Almost all continental divisions posted the pool. スケジュールオンディセンバー2011ザオリジナルリストはズリリースドディセンバー19 2011スリーデイズレーターオンディセンバー2 2エイニューリストはズリリースドツーザパブリックウィズ4マイナーチェンジズインボルビングブラジル S ドミニカ共和国 S アンドドイツエスプールズオンエエープリル2012 FIVB コンファームドオフィシャリーザ プールスケジュールザットワズリリースドディセンバー2220116チームが決勝ラウンドに進出時間はすべて開催国の現地時間プール A プール B プール C プール D プール E プール F プール G プール H プール I プール J プール K プール LUSA コンプリートワールドグランプリタイトルハットトリック第1週1日目の 対トルコ戦は当日夜11時から録画によるダイジェスト放送。この試合に限り画角4、31に表示されていた国際映像用のスコア表示が16、91に来るように調整されていた。2日目の対キューバ戦は放送なし。3日目の対韓国戦は午後2時から生中継。日本開催の第2週、第3週は全試合制中継。 金曜、日曜が午後6時から土曜が午後6時30分から中継開始。決勝ラウンド、角人も1試合を録画放送。ただし、3日目の放送は、実際は前日に行われた中国 VS ブラジルを放送。スコア表示や選手名表示等は国際映像のテロップをそのまま放送し、普段 TBS 系で中継する際に使用するテロップは、 実況、解説者の表示等、使用した頻度は必要最小限だった。これは BS での放送体系で、地上波は不明。ただし、第2週1日目の、日本 VS プエルトリコは、その前、番組として放送されていた、サッカー、欧州選手権の中継試合が悪天候の影響で、急遽延長放送となったため、この試合は、 地上波放送に限り放送中止となった。ありがとうございます。